はい、またまたこんばんは。動画をご覧いただきまして誠にありがとうございます。今回はですね、なんと、パスタをですね、お手軽簡単に作っていこうじゃないかという、そんな動画なんですね。なかなかパスタというと、まあ、めんどくさいなとか、まあ、美味しいけど、まあ、外で食べるのがせいぜいかなとか、まあ、コンビニで買っちゃえばいいかなみたいな、そんなことが多いと思うんですけども、今回はですね、なんと非常に誰でも簡単にできてしまうお手軽パスタということでですね、動画を撮っていきたいと思います。で、まあ、大体パスタっていうと、まあ、この一本が長いというのが、まあ、普通なんですね。こう、鍋に入れても入りきらないと。で、まあ、当然フライパンにも、まあ、こう、収まらないというんですね。で、大体この辺までこう水をこうドパドパッと入れて、まあ、竹細工じゃないですけども、こう曲がるまでゆっくりとこう時間をかけてしならせてから、はい、やっと半分、柔らかくなりましたと。で、またその残りの半分をまたこうぐにゃーっと曲げて入れて、まあ、茹でますみたいな、そんな大変なこう工程があるというのが普通だと思うんですけども、今回ですね、ちょっとまあ、やってる人がいるかどうかわからないんですけども、まあ、斬新なやり方でね、こう半分にですね、このパスタを折ってしまうんですね。まあ、本当は両手でやるんですけど、今ちょっと片手で、デジカメを持ってるんで、片手だけで折っちゃいますけど、こうやってこう、真ん中で、バキッと折っちゃいます。で、そうするとですね、これ、実はちょうどいい、一番いい長さになるんですよ。これですね、折っちゃったやつを、そのまま茹でるというね、これがですね、非常に早くて水も少なくて済むんですね。皆さんもですね、これ本当は両手でやってくださいよ。今ちょっと動画撮ってるんでばらけちゃってますけども、これですね、片手で折ることによって、こうフライパンでパスタが茹でられちゃうんです。茹でるんですよ、これちゃんと。非常にですね、茹で上がりも早いし、お水も少なくて済むんですね。で、ここにお水を入れていくわけですけども、これがですね、そんなに大量にはいらないんですよ。まあ、普通パスタっていうと、たっぷりのお湯でとか言われてますけども、だいたいパスタが数分のですね、まあ、これぐらいで、割と足りちゃうんですね。この程度で、お水は十分と。パスタが吸って、柔らかくなる、その、まあ、パスタらしく食べられる状態になると、それぐらいの量で、これだけでも足りちゃいます。でですね、まあ、この状態で、まあ、換気扇をつけて、火をつけまして、最初はまあ、こんな感じで強火ですね。で、そこに、まあ、お塩ですね。お塩は当然入れます。で、今がですね、ちょうど時間的に、まあ、スタートして、007秒ですよと。これですね、茹で上がりが早いのも特徴でですね、最初からもう全部お湯に浸かるというか、まあ、水から始めてますけども、最初から全部茹でられるんで、非常に出来上がり早いと。まあ、お塩も適当ですね。まあ、ちょんと小さじ1杯ぐらい入れて終わりです。で、この状態で、まあ、茹で始めまして、本当はですね、両手で折ればちゃんとこの麺の向きが揃ってるんで、こうやってこう入れ替えるのも簡単なんですけど、ちょっと今片手で折ってしまったんでね、ちょっと麺が向きが乱れてますけど、それでまあこんな感じで、まあ、麺を、こう、パスタをですね、入れましたら、まあ、そこにですね、うちはちょっとガラスの蓋があるんで使いますけど、こうやってガラスの蓋をしてあげるわけですよ。そうするとですね、熱が逃げないと。それで、まあ、非常に早く温度が上がるということですね。で、このまま、茹でまして、水が少ないんでね、温度が上がるのは非常に早いです。パスタは大体大量の水を普通に使うと、普通に作ると使うんで、
水の温度が上がるのも遅いと。でもこの方法なら非常にですね、早くお湯になってくれる。でしかもフライパンなんでこう均一にですね、茹でてくれるということですね。でまあもう早々とお皿を用意しちゃってるんですが、今回はですね、このカルボナーラソース、OK マートというちょっとスーパーで150円ぐらいで売ってるんですけども、これはですね、実は非常にですね、日持ちがいいんですよ。ここご覧いただくとですね、これ2014年の11月21日までって書いてあるんですけども、軽く1年ぐらいは持っちゃうと。で、今お湯がちょっと上がってきましたね。この場合はですね、火を非常に弱くしちゃいます。このぐらいまで弱くしてしまいます。本当にちょっとついてるぐらいですね。でそうすると吹きこぼれがですね、ほぼしなくなると、ちょっと鍋の縁にお湯が蓋からちょっと溢れ気味ですけども、これでもですね、吹きこぼれはないですね。大丈夫です。でこのまま茹でまして、ちょっとデジカメの都合で一旦時間が飛ぶかもしれないですけども、これで中を開けてちょっと麺を硬さをですね、1本食べてみて、柔らかくなれば OK と。でパスタもですね、これ非常に日持ちがいいもので、ここですね、賞味期限、これちょっと見づらいですけど2016年の2月1日までと書いてありますね。はい、ではここでちょっと一瞬変はい、戻りました。4分30秒からですね、8分30秒まで4分間ですね、実はここ火を止めたままで放置してありました。普段はちょっと弱火でここやってるんですけども、でこれでですね、火を止めた状態でもお湯がですね非常に少なくて温度が保ててるんで、こんな感じでですね、もうパスタできちゃってます。これを食べるとですね、1本試食すると、ちょうどいいですね。火止めてても OK ですね。動画から始まって4分30秒のとこから、8分30秒のとこまでですね、もう火を止めちゃってでもできてました。でこんな感じでもうそのままこの半分に折ったパスタをですね、お皿に、ちょっと片手なんであんま画面見ながらであんまうまくないですけど、こんな感じでよそってしまって、これはですね、カルボナーラソースを買ったものをそのまま入れちゃってます。でこれでもうカルボナーラ出来上がりですね。非常に簡単ですね。もうできちゃいました。これ誰でもできます。パスタめんどくさいっていう方でもですね、おすすめです。ちなみにもうちょっと水は少なくてもいいんですね。本来湯切りっていうプロセスが発生するんですけども、すぐに食べちゃうなら、このお湯は、切らなくてもいいですし、すぐよそっちゃえば終わりですからね。で、すぐに食べないんだったらこのパスタを他の器に移して、それでこれ以上パスタがお湯を吸わないようにしても OK です。はい、では以上パスタのですね、作成動画でした。ありがとうございました。失礼します。あとちなみにこのカルボナーラソースなんですけども、食べる場合は、5分から7分温めてくださいとか、電子レンジで、レンジ入れてくださいとか書いてあるんですけども、一応加熱加圧殺菌してると書いてあるんで、そのまま食べても大丈夫そうかなと個人的に思ってるんですけども、気になる方はちゃんとお湯で温めるなり電子レンジを使うなりしていただいてもいいと思います。麺がほかほかで温かいんでね、そのまま食べちゃっても
自分的には大丈夫なんじゃないかな、なんて勝手に思ってます。はい。まあ、この残りをですね、パスタの中に入れて、まあ、スープパスタっぽくしても全然美味しいです。はい、その辺は自由ですね。はい、ありがとうございます。はい、さっき取り損ねたですね、パスタを折る動画をですね、ちょっと付け足して、お見せしたいと思います。まあ、こんな感じで、まあ、こんなにいっぱい持たなくてもいいです。もうちょっと少なめでもいいですけど、自分でですね、まあ、割り箸より、これぐらい、ちょっと硬いかな、同じぐらいかなぐらいなんですけど、まあ、これぐらいでですね、まあ、両手で持って、で、ここに親指を添えちゃってください。真ん中にですね。で、こう、ちょっと破片が飛び散るんで、ちょっとだけですけど、このフライパンの底に向けて、真ん中の折った先を向けるような感じでですね、これで力を入れて、ここで、パキッと、こんな感じで折っちゃいます。で、まあ、ちょっとだけですね、まあ、こんな感じで破片が出ますけども、まあ、大体こんな感じでですね、簡単に折れちゃいます。で、折れたものは、こう、まあ、向きを揃えて、こんな風にですね、まあ、破線香って言ったら変ですけど それと同じような並べ方でですね、こんな風に置いちゃってください。ほとんど箸で混ぜ合わせなくても、まあ、お水をちょっと本当に薄く敷くだけでですね、きれいに茹で上がるんで、油もいらないです。それで簡単にできちゃいます。はい、これがですね、パスタの折り方でした。はい、ありがとうございました。失礼します。